朝ドラブギウギに登場する梅丸少女歌劇団の個性的なメンバーたち。この動画ではヒロインスズ子の同期リリー白川と桜庭和樹、そして第3週から登場した後輩秋山美月、彼女たち3人のモデルとなった人物を紹介いたします。ドラマがより分かりやすくなる内容ですので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは朝ドラが大好きな皆様に向けて、各放送日ごとの感想動画や出演者の情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずは伊原六花さん演じる秋山美月から見てまいりましょう。ライバルである花咲歌劇団から移籍してきた実力派の男役でタップダンスの名手、誰に対しても物おじなく意見する鈴子にとってちょっと生意気な後輩、そんな秋山美月のモデルとなっているのは秋月恵美子だと思われます。名前もアナグラムのようになっていますよね。笠木静子に遅れること3年、1930年に松竹楽劇部へ入部した秋月恵美子は大阪の寿司屋の娘として生まれました。小柄な体格ながら日舞や剣舞などを得意とし、特にタップダンスの腕前は先輩たちを凌駕するほどで、新人の中でも目を見張る存在だったようです。1933年に部員たちの待遇改善を求めた桃色争議が起こり、看板スターや実力のある先輩部員らが退団、松竹楽劇部は心機一転、名称を大阪松竹少女歌劇団、通称 OSSK に変更します。その窮地から笠木静子や秋月恵美子ら新たなスターが誕生。秋月恵美子は笠木静子と共に東京松竹の旗揚げ公演にも参加するなど、劇団を引っ張っていく中心的人物へと成長します。しかし時代は太平洋戦争へと突入、思うように公演ができなくなりますが、 OSSK は終戦の一月後にレビューショーを上演。そこで一躍人気を集めたのが男役の秋月恵美子と娘役の芦原千鶴子のコンビでした。共にタップが得意だった2人はゴールデンコンビと呼ばれ、その華麗なダンスと美貌は戦争で暗く沈んだ人々の心に明かりを灯し、勇気を与えました。ここから秋月恵美子は一気に男役トップスターへと駆け上がっていきます。さらに勝浦ちなみや京町子など新たなスターも誕生し、歌劇団の黄金期を支えるスターとして活躍。さらに1965年には座長としてソ連での初の海外公演を成功させ、ソ連政府から芸術家の称号を与えられています。そして1973年秋月恵美子は43年間在籍した歌劇団を退団、同時に現役を引退しています。実に35年にわたりトップスターを務めたことになりますね。その後は1994年まで OSK 日本歌劇学校の講師を務めるなど後進の育成に尽力しますが、2002年8月心不全により帰らぬ人に。敗戦後の日本を明るく元気づけ、長年トップスターとして人々の心に寄り添い続けた人生でした。続いては鈴子の同期の一人、リリー白川こと白川幸子を見てまいりましょう。実家が裕福でバレエを習っていたこともあり、同期の中でも実力は一番。女性同士ではズケズケと物を言いますが、男性の前では猫をかぶるというあざとかわいい娘役。そんな彼女のモデルですが、
この人だと断定できる人物はいませんでした。しかし2人の候補を見つけました。まず1人目は芦原千鶴子です。ゴールデンコンビとして先ほどご紹介した秋月恵美子とペアを組む娘役トップスターとなる人物です。彼女が歌劇団に入団したのは笠木静子よりも後なので同期ではなく後輩にあたります。ドラマとの相違点もございますが、クラシックバレエが得意という点や秋山美月のモデルである秋月恵美子とペアを組んでいる点で共通していますよね。また芦原千鶴子の踊りの才能は群を抜いていたようで、踊りでは勝てないと感じた笠木静子が歌手に転向するきっかけになったと言われています。さらに芦原千鶴子は舞台だけではなく秋月恵美子と共に銀幕デビューも果たしています。美空ひばり主演映画にも出演しているので、もしドラマに美空ひばりが出ることがあればこのあたりも再現されるかもしれませんね。そしてもう一人の候補がアーサー美鈴です。彼女は笠木静子の同期であり、カタカナ表記の芸名も似た雰囲気を醸し出しています。しかし娘役のリリーに対してアーサー美鈴は男役、大きな相違点ですが、それを覆すほどの共通点を見つけることができました。それは2人が恋多き女性だということ。ドラマでも毎日デートに忙しい様子が描かれていましたし、 NHK 出版から発行されているムック本にはリリー白川が要領がよく恋多き女性だと明記されています。そしてアーサー美鈴もまた数多くの恋愛ゴシップを生んだ女性です。ドラマでも何かしらの色恋沙汰が描かれるかもしれませんね。ということでリリー白川は芦原千鶴子とアーサー美鈴という二大トップスターをモデルにしたキャラクターだと推測されます。さあ最後はもう一人の同期メンバーである桜庭和樹ですね。家が貧しく家業の畳屋を手伝いながら歌劇団に通う苦労人で、不器用ながらも頑張り屋の性格、実力がある後輩の秋山とライバル関係になる男役です。そんな桜庭和樹のモデルもはっきりと断定できる人物がいませんでした。強いて言えば笠木静子の同期で男役の柏春英でしょうか。桃色争議の後に台頭するスターの一人という点でも共通していますが、これといった決め手は薄いように感じます。桜庭和樹は秋山美月のようなはっきりしたモデルがいるわけでも、リリー白川のように複数の人物を掛け合わせて造形されたわけでもなさそうです。しかし気になる点が一つだけ、桜庭和樹という名前です。そうです、橘葵を演じる現役 OSK の男役スターである翼和樹さんと全く同じなんですよね。ドラマでも桜庭は入部直後の挨拶のシーンで橘さんのような男役を目指していると発言していました。つまり戦前戦後のスターをモデルにしたというよりも、現役の男役スターである翼和樹さんがそのモチーフの一部になっているのかもしれません。そう思って2人のシーンを見てみると、なんだか OSK の歴史を感じられるような、そんな気持ちになってしまいます。さていかがだったでしょうか。ヒロイン鈴子と共に USK を盛り上げていく歌劇団の仲間たち、彼女らが今後どのように物語に関わり切磋琢磨していくのか、とても気になりますよね。
このチャンネルでは今後もドラマをより楽しめる動画を投稿してまいりますので、お時間がございましたらまた当チャンネルへお越しくださいませ。お待ちしております。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。